おはようございます。今日もちょっと面白いもん買ったんで開けてみたいと思います。タスカムの DR10L という、PC レコーダーでしょうかね。ピンマイクがついたレコーダーです。じゃあ開けてみます。まず簡単に外観を見てみたいと思います。まずサイズですけど、サイズは GoPro Hero 5より少し背が高いぐらいです。厚みは逆に薄くなっています。スイッチはここにあります。このスライドスイッチを下側に1秒以上スライドさせることによって起動します。録音は逆にスライドスイッチをこのレック側にスライドさせることによって始まります。じゃあ実際録音してみます。今 DR10L で録音を始めました。どうでしょうか、音質とか違うんでしょうかね。あと外観ですけど、ここにヘッドホン端子があります。これはモニター用のヘッドホンをここに挿して使うことができます。ここにマイクロ SD カードが入ってるんですけど、これ4ギガのものがもともと付属していました。そして電源はここに単4電池が1本だけ入っています。で、録音中はこういうふうにロックされていて、ボタンを押しても反応しません。これもいいですよね。はい、じゃあ録音止めてみます。はい、止まりました。そしてメニューですけど、メニューはメニューボタンを押してこの上下ボタンで選択していきます。非常に単純明快なメニューになっています。マイクはここに刺さってるんですけど、これマイク端子、マイク挿した後にここねじ込みで止めるようになっています。ですから、まあ途中で誤って抜けてしまうことがないわけですよね。で、これ今年の6月ぐらいにファームウェア2にバージョン2にアップグレードされています。で、何が変わったかというと、一番大きな違いは MP3 で録音できるようになっています。録音時間が10倍ぐらいに増えたと思います。デュアルレックはできないんですけど、音質、最高の音質でも50時間ぐらい確か録音できたと思います。標準の4ギガの SD カードを使った場合です。じゃあ実際にどのぐらい使えるのかちょっとテストしてみたいと思います。まず今 DR10L で録音しています。α7-3 でロードビデオマイクロ搭載された状態で1メートルほど離れて話してみます。どうでしょうか。 iPhone 標準カメラアプリで1メートルほど離れた位置から録音しています。この声はソニー RX100M4 に内蔵されているマイクを通して録音された音声です。GoPro Hero 5で撮っています。今度はタスカム DR10L で撮っています。窓全開です。どうでしょうか。川の横を走行中です。川の横を走っています。窓を全部閉めてみました。じゃあ今度 GoPro の声です。 GoPro の音声どうでしょうか。 GoPro Hero 5の標準装備のマイクです。どんな音質でしょうか。じゃあ今から行きます。よいしょ。危ない危ない、ごめんごめん、痛かった、痛かったね、ごめんごめん、行こう、はい、行ってこようね。じゃあねー。よし。ひひひひ。ああ、すいません。危ないなぁ。うわぁ、今日はあれですね。やっぱ台風明けで川がやばい、川が。川がすごいよ。
川の音なんか拾うのかな。こういう環境音、結構川の音今大きいですけど、拾うのかな。近所の公園にやってきました。結構風が吹いてます。風切り音どうなのかな。モフモフついてないですけど。砂場行く？そこ、そこですか。砂場でも滑り台でもなくそこね。いや、マイク、カメラとの距離が全然関係ないっていうのはいいですね、やっぱりね。離れてても音声ずっと拾い続けてくれるから。うわ、蚊がすごい。蚊が、蚊がいる。蚊が、おほほほほほ。録音開始、こんな感じです。ちょっとね、これスイッチがかなり誤作動防止用にちっちゃくなってて、しっかり1秒以上動かさないと開始しないんで、まあ、まあ慣れればいいんですけど、指が太いとやりにくいかも。今こっから30メートルぐらいのところでブランコをね、誰かがやってますけど、そういう音はどうなんでしょうかね。入ってるのかな。いやー、ということで、まずなんで DR10L を買ったかっていうと、まあ、最初はマイクを買おうと思ったんですよね。マイクいろいろ見てて、まあ、カメラの上に乗せて使うショットガンマイクっていうんですか、ビデオマイクロっていう、まあ、安いやつなんですけど、まあ、そこそこのやつがあるんで、まあ、それはいいかなと思って、あとは卓上で使うね USB のマイクとかを考えてたんです。でパソコンに録音する、よくユーチューバーの人が机につけてやってますよね。ああいうの見てて、まああれもいいかなと思っていろいろ調べてたら、やっぱレコーダーがある方がいいかなっていうふうにちょっと考えが変わってきて、今度はタスカムとか、なんだっけ、ズームのリニア PCM レコーダーっていうんですか、パルスコードモジュレーションでしたっけ、 PCM って、それにしようかなとも思ったんですけど、今度は大きさとかちょっと扱いがめんどくさいかなっていうのがあって、それでもまあいろいろ見てたら今度 DR10L が出てきたんですね。これのいいところはやっぱ小さいところ、そしてこういうピンマイクなんで、まあ録音自体がかなり目立たずできるということでしょうかね。まあ音質はね、ああいうちゃんとしたレコーダーに比べるとちょっとやっぱ落ちるとは思うんですけど、はい、まあ、いつでも携帯して首元につけておけば、その一定の音質で音量で収録し続けることができるっていうのは大きいですよね。あとはなんだっけ、 GoPro とか RX100 とか iPhone とか何で撮っても同じ音質で撮れますよね。それも結構いいかなと思いました。最近いろんなカメラで撮ったり、パソコンでアフレコしたりすると、もうそれぞれで音質が結構違うんで、音質も音量も違うんですよね。だからそれ合わせるのもめんどくさいし、でも合わせないと編集してつないだ時に結構違和感ありますよね。あのジンバルの動画とか、あるアルファ7-3の動画とかも頑張ったんですけど、結構音が、なんだろう、音質も変わるし音量も変わるしで聞き苦しいかなと思ったんですよね。まあ、それも一つ DR10L を選んだ理由です。カメラとこんなに離れてても音声気にしなくていいっていうのはかなり大きいですね。カメラ内蔵マイクとかカメラの上に乗せたマイクだと、いつもマイクの向きとか位置とか気になってるんですね。遠くなるともう全然声拾わないし、あとカメラの上に乗せるショットガンマイクって前向けちゃうと指向性があるんで、後ろで喋ってる声がちっちゃくなっちゃうんですよね。それもこれ使うことによって改善っていうかね、変わりますよね。
まあいろんなレコーダーあるし、マイクもいろいろあるんで、まあ、汎用性の高さを考えると、まあ、今の私の使い道ではこの DR10L が一番いいかなと思いました。もし他に何かいい提案があればぜひ教えてください。動画気に入っていただけたらぜひいいねボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。